はい、それでは今回は本の紹介をしていこうと思います。今回紹介する本はこちらです。原因と結果の経済学という本です。こちらの帯にもありますが、週刊ダイヤモンド2017年ベスト経済書部門第1位ということで、すごく人気の本になっています。著者はですね、中室牧子さんと津川雄介さんという方で、中室牧子さんは以前にですね、教育経済学者という肩書きで学力の経済学という本も出版されています。こちらの本も僕も購入しまして読ませていただきましたし、こちらは漫画バージョンもありまして、それも購入して読みましたが、扱われているテーマももちろん面白いですし、実生活に結びついた部分がすごく多いので、こちらもおすすめです。で、今回は原因と結果の経済学という本を紹介させていただきますが、中身としては統計学の内容がすごく出てきますので、紹介させていただこうと思いました。普段はですね、統計学の問題の解説をしたりとかっていうところを扱っていますので、このチャンネルを見ていただいている方にとってはすごく興味深い本になっていると思いますので、紹介をさせていただきます。それではですね、この本で扱われているメインテーマということで、こちらに書かせていただきました。因果関係と相関関係が混同していませんかっていうことをずっと問われています。で、因果関係と相関関係っていうところをこう具体的に見ていくと分かるかなと思いますので、例えばですね、体力があるから学力が高いというふうに、原因と結果、まあこの読んで字のごとくですね、原因と結果という関係になっているのが因果関係ですね。だからこれであれば、体力があるから学力が高いというふうに、体力があるというのが原因、まあ要因となっていて、結果が学力が高くなりますよっていうふうになっていると。これ今一応ですね、分かるように青と赤ですね、原因が青、結果が赤というふうに線を引いてありますが、これが因果関係。それに対して、学力がまあもともと高い子ほど体力があるんですよということで、原因と結果という関係にはなっていなくて、単純に学力っていうのと体力っていうものの関係があるよ、まあ相関があるよっていうのが、これ相関関係ですよね。だから原因と結果になっているか、関係が原因と結果になっているかっていうところを見ると、で、これがですね、混同していませんかっていうことで、混同してしまっていると間違った次の行動になってしまいますよ。例えばこれをですね、体力があるから学力が高いんだというふうに見てしまうと、学力を高めようと思って体力をつけさせるという謎の行動に出てしまうということですよね。だからこれは単純に因果関係ではなくて相関関係である。学力が高い子がたまたま体力もありますよということで、まあスポーツテストの結果がいいですよと、学力とスポーツテストの結果っていうのはある程度比例してきますよっていうようなところというふうに見る方が正しい見方ですよね。だからこんなふうに、あ、これは因果関係なんだっていうふうに見てしまうと、次なる一手とか自分が次打つ行動、まあなんか方法とかっていうのが変わってしまいますよっていうことですよね。他にもですね、学力の高い友人と付き合うから自分の学力が高くなるっていうようなところも本で扱ってくれてます。だからこれが原因ですよね。学力の高い友人と付き合うという原因、要因があって、その結果自分の学力も高くなるんだと見るのが正しいのか、いやいや学力の高い子っていうのはもともと学力の高い友人と付き合っているだけだよねっていうふうで相関関係で見るのかっていうようなところも、まあ本を読んでいただいてですね、結果を確認してほしいなと思いますし、それから偏差値の高い大学に行ったから収入が高くなるのか、収入が高くなる職業に就く人がたまたま偏差値の高い大学を選択しているだけなのかっていうようなところもすごく気になる部分ですよね。まあちょっとすいません、学力関係で今テーマを扱っていますというか僕が書いたんですけども、まあやっぱり塾の講師をしていると学力に関連する部分っていうのはすごく興味があるので、まあこちらにですね、例として書かせていただきました。他にもですね、こう、病気とかっていうテーマもありますので、生きていく上ですごく実生活に関連している部分があるので、ぜひ、その気になるテーマだけでもですね、読んでみてほしいなと思うんですが、こういったところで原因と結果の関係になっている青い線の部分と赤い線の部分っていうふうで、原因と結果の関係になっているかっていうところが、まあ正しい見方をしようねっていうところがこう扱われているんですね。
で正しい見方をする上で統計学的にこう分析をしていくと、その分析手法っていうところが普段僕がこう話をしているような統計学の内容になってくるんですけども、例えばですね、この本の中でも単純にこれがテーマとしてあって、はい、じゃあ結論はこうですっていうふうに結論を述べているだけではなくて、こうこうこんな分析をしてこんな風に結果が出ましたよっていうところも手法も述べてくれているんですね。だから面白いかなと思うんですけど、例えばこちらにですね、普段僕がこう今まで統計学を扱ってきたテーマではないものがですね、こうやっぱりあるんですね。例えば回帰不連続デザインっていうことで一つ説明をさせてもらうと、単純にこう特に理由もなく、例えば従業員の数がですね、ある店舗で10人を超える店舗、それから10人より少ない店舗というふうに分けて、まあ何でもいいです。例えばじゃあ、メガネ屋さんがありまして、10人を超える従業員がいる店舗と10人を超えない従業員の店舗がありました。で、10人を超える店舗では、ありなしとあるんですけど、10人を超える店舗では広告を打ちましょう。広告をがありですよ。10人を超えない店舗では広告なしですよっていうふうにしたとして、その売上の結果を見ていこうっていうふうに考えたときに、そのじゃあなぜ10なのかっていうところに意図はないわけですよね。意図がないので、意図がないっていうところがこれは重要で、っていうことはたまたま9人だった店舗では広告を打ってもらえないわけですよね。で広告をなしというふうにされて、たまたま10人でギリギリ超えましたよと、10人以上だったから10人セーフで広告がありですよってなった時に、この10というラインで、例えば従業員の数が2人とか3人で4人、5人、6人っていうような店舗においては、それはそれなりに売り上げも、従業員が多いってことはその店舗も大きいんだろうなってことで、こう従業員の数が増えていくと売り上げも増えていくだろう。ただし広告を打ったというところで、その9人と10人のところではこのままの傾きではなくて、10人以上の店舗においては、それは広告を打ったから、結果として売り上げが上がるだろうというふうで、ここにこの不連続な点が生じますよね。だから回帰不連続デザインって言うんですけど、ここのことをジャンプと言って、ここに因果効果がありますよと。で、この10という自分が何の理由もなく、とにかく10っていうところで切ってみましたっていうことで、カットオフ値なんていうふうで、まあなんていうんですかね、こう統計学としても専門的な言葉も学べますよっていうようなところで紹介させてもらいました。だからこんな風にですね、あ、9のところと10のところで全然関係なく広告を打ってみましょうっていう意見は、なんかこう、全然意図がないように見えて、いるんですが、単純にこういうふうな見方をすれば、あ、じゃあ9人と10人の店舗で不連続の点が出てくるよねっていうふうになって、10人以上のところでこうやってグッとこう不連続な点が出て、グッと売り上げが伸びたっていうことであれば、これは広告を打つ価値があるよねっていうふうに判断することもできるということですね。これすごく面白いなと思って今一例として紹介させていただきましたが、この統計学的な見方をですね、この今二つ目に示した学力の高い友人と付き合うから自分の学力が高くなるかどうかという分析を、統計学的な分析をするときに、この回帰不連続デザインというものが使って、こちらの結果をですね、本に示してあります。なのでこれをどうやってこの二つのことを読み取っていく統計学的な手法として使うのかっていうところが、興味がある方はぜひ読んでみてほしいなと思います。でここでもそうですけども、単純に広告を打ったから売り上げが伸びたのかということをこう話をしていく上では、それ以外の条件、広告を打つという以外の条件を揃えていくっていうことが、やっぱり統計学の分析においては難しいんだなというふうに本を読んでいてずっと感じました。僕はですね、別に統計学をこう仕事としているわけではないので、単純に塾の先生をしながら統計学っていうものを独学で勉強していって、統計学に興味を持ったっていうだけなので、普段仕事で扱っているわけではないんですね。で、それでもですね、興味があるので、例えばデータアナリストと呼ばれるような人とか、こう統計学でデータだけをもらって分析をして会社のコンサルをするような人っていうのは、やっぱりこういったところで、じゃあ次こういうような広告を打つとこれぐらいの売上の上昇が見込めますよっていうようなところが、こう話をしなきゃいけないんですよね。そうすると広告を打つ以外の要因っていうところを揃えましょうっていうのがすごく難しいんだろうなというふうに思います。一番ベストはですね、広告を打った場合の未来と広告を打たなかった場合の未来っていうのを、ある時点に戻って
2つの未来を確認してみて、じゃあ打った方がいいんだよねってやるのがもちろん一番いいと本にも書かれてありましたけど、でもそれは無理だから、じゃあ無理なりにある程度似通った2つのモデルっていうのをこう作成をして、2つで比べていくと、それ以外の条件を揃えるっていう、その手法がいっぱいあるんだなっていうところをこの本を通してですね、すごく学ぶことができました。なのでまあ僕としてはその統計学に興味がある、そして統計学を扱っている人の仕事にも興味があるので、そういう方にとってはすごく効果が大きい本なんじゃないかなと。まあ今後ですね、そういうデータアナリストとして働く、それから転職をしていくっていうような方にとってもすごくおすすめの本となっていますので、もしですね興味がある方は読んでいただいて、それから中村真希子さんの他のですね学力の経済学というようなところも同じようなね、テーマを扱っている部分もありますので、ぜひですね、読んでいただけるといいかなというふうに思います。まあ、たまにはこういった形でいつものこう硬い感じでこう統計学の問題は使うばかりではなくて、ちょっとこう一息ついてですね本を読んでみましょうというような感じで動画を撮っていくのもありかなというふうに思って、今回は本を紹介させていただきました。はい、今回の本は原因と結果の経済学という本でした。以上です。